はい、続きまして監査所見の方に入らさせていただきます。監査所見ですね、これはですね、結果の分類ということで、復習してまいります。皆さんの会社のですね、監査所見はどのようになってますかということをですね、ここでは復習していきます。参考にですね、DNVGL ではですね、指摘事項を下の4つにですね、分類しております。例えば不適合ですね、これは重大な不適合と軽微な不適合ですね、ルール通りに行われていない場合は重大か軽微かに分けますが、不適合というカテゴリーで分けています。それから観察事項ですね、ルールには沿ってはいますけれども、やや不明確といった場合がこの観察事項ということで分類しています。それから改善の機会、まだまだ良くすることできますよねといった場合ですね、この改善の機会ということで分類してますね。それから特筆すべき活動、これは良い活動で結果が伴っている場合にですね、特筆すべき活動ということで分類している。この4つでですね、指摘事項を分けております。ではですね、一般の組織のですね、会社のですね、分類というのをですね、ここに例として挙げさせていただきました。例えば重大な不適合というのはですね、メジャーな不適合だとか、重欠点、それからカテゴリー1という形で分類されている会社さんもあります。それから軽微な不適合ですね、これはマイナーとかですね、軽欠点だとかカテゴリー2というふうに呼ばれてますよね。から、こちらが、観察事項、オブザベーションだとか観察、勧告という形で分けられている例もございます。4番目の改善の機会はですね、OFI だったり、アドバイス、それから、改善提案、それから推奨事項ということで、呼んでみる組織さんもあります。それから特筆すべき活動は、まあ、良い活動だというような、呼び方をしている組織の、会社さんもあります。ではですね、ご自身の組織のですね、監査所見分類をですね、確認してみてください。参考にこちらに DNVGL のですね、カテゴリー分類をですね、書き出しておりますので、皆さんの会社のですね、分類を、ここに入れてみてください。入れていただいた後にですね、それを、元に、次の章に、入っていきます。